you, Wilgang Cho. Thank you. Hello everyone. 私の名前は木内健太郎と申します。日本でデザイナーをしています。私はジョン・フルシャンテさんのギターサウンドを解析、リサーチを行ったハートという本を出版しました。今回はそのハートに収録するためのビデオとは別の視点で作られたハート Tips というビデオを、作成しました。YouTube や Instagram で本の購入者以外の方でも楽しめる動画としてこれから作っていきますのでよろしくお願いします。その第1弾としてイタリアのトリエングルラブのウィル・ガルチョさんがデザインした WHX を紹介します。素晴らしいペダルだと思います。それではよろしくお願いします。はい、まずはエフェクターがオフの時のサウンドを聞いていただきます。ブリッジピックアップと、フロントピックアップを混ぜながら、音を出していきます。はい、いかがでしたでしょうか。クリーントーンというかベースのトーンは空いた感じですね。ブリッジピックアップにすると少しこうクランチサウンドというか、フロントピックアップにすると甘い感じ。まあ強く弾くとねクランチっぽい感じというか鋭い感じになりますけども、基本的にはフロントは甘く、リアは鋭くという感じですね。はい。で、少し説明をしておきますと、左側がシルバージュビリー、右側がメジャーになってまして、スピーカーそれぞれこうハードパンディングと言いまして、左だけにメジャーの音、左だけにシルバージュビリーの音、右だけにメジャーの音というふうになってます。それで左側の、シルバージュビリーだけに、リバーブがかかってます。それを2台同時にアンプ鳴らすことによって空気中でそれが程よくこう混ざるんですね。それが本当に気持ちよくて、フルシャンテのサウンドの秘密でもあると思います。ただフルシャンテがそのずっとリバーブをかけっぱなしかっていうと別にそういうわけではないので、それはこう皆さんのお好みで考えていただければなというふうに思います。まあ、バイパス音っていうのがすごく僕は重要だと考えてまして、WH10 の
V2 や V3 をつなぐと少しこうバイパス音がやっぱり V1 のような質感になってないというか、決して V2 が V3 が悪いというわけではないんですけど、やっぱり僕なんか V1 の音がこう耳に慣れてるので、そのバイパス音っていうのが非常に重要視してるんですよ。そのバイパス音っていうのがとても WHX についてはすごく追求されてると思います。とっても近いと思います。もうつないで鳴らした時に、ああこの感じ、あの感じっていうのがすごく出てると思うんですね。なので、僕もこうレビュー用にこの機材を、ウィルから送ってもらって、1ヶ月ぐらい弾いてきたんですけども、まあ、WH10V1 と WHX を交互にこう弾いたりして全く遜色ないですね。はい、まあ、なぜねこうバイパス音にこだわるかと言いますと、まあベースとなるトーンっていうのはもうそこで決まるからなんですよね。まあもちろんこうアンプだったりっていうのも、まあギターだったりっていうのも本当に重要なんですけども、まあジョンの音を出したいっていう人にとっては、まあ、バイパス音っていうのがすごくやっぱり重要だと思うので、やっぱりね V2 をつなぐとちょっと暗めになるんですよね。 V3 は V2 ほど暗くないんですけど、ちょっとやっぱ違うかなっていう印象があって、あとはその後につなぐペダルのなんていうんですかね、かかり具合っていうのも全然違うというか、そういった印象がとてもありました。はい、じゃあ次はですね、ワウペダルをオンにしていろいろこう検証してみたいと思います。はい、ペダルをオンにした時の音を聞いてもらいます。はい、単音からちょっと激しめのやつからちょっとランダムに弾いていきます。はい、いかがでしょうか。結構こう太い粘り系のあるワウの音と、オンにした時のブースト感、非常にこれが、WH10V1 に非常に似ているというか、もうそのままなんじゃないかなっていうふうに自分としては思います。WH10 の、ボリュームが結構気になる人っていうのはいらっしゃると思うんですよね。大きすぎるとどうやってますかみたいな、そういった質問をいただく時があるんですけども、基本的にその、まあ、アンプをですね頭打ちにするっていうやり方、要は常にこう常にピークに行くような、アンプを常にピークに行くような状態にしておくと、まあ課題入力された時に、まあアンプが歪んでくれるんですよね。まあそうすることによってボリュームの問題は僕もいろいろやったんですけど、それで解消されました。ただそれを再現するためにはいろんなこう機材が必要になっていて、僕はですねこのオックスという、アンプのパワーをなるべくそのままの音にした状態で、レコーディングできるという機材なんですけども、まあ、これがあることによってですねアンプの音量が最大になってても、DAW 側で、程よい感じに、聞けるということなんですが、
まあ、そうでない場合ですね、まあ、以前もですねスタジオに入って、実際の音はどんな感じのボリュームなのかっていうのをやりましたけども、まあシャレにならない大きさですね、正直。なのでそれを解消するために WH-X にはボリュームの調整のノブがついてます。こういった感じですね。ここですね。このノブがいい仕事をしてくれると思います。まあ、V2 や V3 の、にはそういったものがついてる、方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、これはと本当に気の利いたサービスというか、MOD だと思います。 WH10 のフィーリングを感じたい人はもうここ MAX ですね。 MAX だと大体同じ感じになります。はい、ちょっともう一度やってみましょう。いや、非常に気持ちいいですね。本当にこれがあることで、まあ、ヴィンテージのワウを探すっていうことがもうなくなるんじゃないかなっていうぐらい僕は気に入ってます。はい、プラスチックの素材なんですけども、これもですね非常に僕にとっては本当に重要なポイントです。なぜかというと、まあ、プラスチックであるがゆえに、踏み込みがすごくしやすいんですね。アルミだとあの硬質な感じがちょっと踏み込みの調整が難しいというか、あとは、まあ、WH10 に言えることなんですけども、あの割れやすいっていうお話ってあるじゃないですか。それはですね逆に僕はいいことかなと、いいことっていうとおかしいんですけど、まあその逆手にとってそれをメリットに感じてはいるんですけども、しなってくれるんですよ。踏むとしなる。でその感覚がすごいこう足に何て言うんですかね、フィットするというか。なんかこうすごくこう絶妙なとこで止めれたりとか、なんかこう操作しやすいんですよね、簡単に言うと。しかしちょっとしなりすぎるなと正直思ってます。あの本当に力の入れどころを間違えると本当に割れるので、今まで何台か割ってきましたけど、あのまあ割れる要因ってそれだけじゃないんですけどね、いろんな要因が重なって、まあ古いっていうのもありますし、古くてプラスチックが多分劣化してる、そしてこの状態からバンっていくと WH10 って結構その割れやすいんですよ。まあ普通に考えてこう力がすごく入るじゃないですか、この状態からこうグッてオンにすると。だから WH10 を僕が使うときはもう倒しておいて、つま先あたりに力入れると切れるんですよね。でこの WH-X のいいとこは WH-10 のようなプラスチックの質感がありつつも少し強度がある素材というか多分構造になってるんですよ。だからその しなる WH-10 ほどしならないけど、すごくこうなんかあのフィーリングがあるんで、まあ僕としてはなんかすごい操作しやすい、そして不安がちょっと軽減されてる。壊れないってわけじゃないと思うんですけど、この軽減されてるっていうポイントはかなりでかいです。だたまにねこの状態で WH10 をうりゃーってやっちゃうんですよ。そうするとたまにねパキって聞こえる時があるんで、あこれあと 2,3 回やったら割れるんだろうなみたいなのはありますけど、まあそのスリルの中ねやるっていうのもまあ勉強にはなりますけど、どうやってやれば壊れないかみたいな。でもそういうのってあんまりね
お金もかかることですし、あれなんですけど、あとここまでこう音色が再現されてるっていうのは本当にすごいと思います。まあ、踏み込んでスイッチをオンにするっていうところをちょっと皆さんにお見せしたいので、バイザウェイをやってみます。ことなんですよね。その時にこの状態でって言っちゃうと、この動きとグっていうのが一瞬で行われるので、それでこうバキッといく可能性は結構ありますよね。非常にいいと思います。はい、次は、ディストーションペダル、まあ、DS2 を踏んで、その後にかかってる WHX がどういう風に動くかっていうのをやってみましょう。はい、はい、それでは DS2 を踏んでフリープレイをしてみます。それでは、ですね、ダニー・カルフォルニアのバッキングトラックを流しながら、一度弾いてみます。はい、いかがだったでしょうか。 WHX の魅力伝わったと思います。次回は、アイバニーズの WH10 シリーズのサウンド比較や WHX との比較について、また動画を作っていきたいと思います。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございます。